選択せよ。大いなる災厄と対立する大きなる道を進むか、沈めく様を受け入れ万体なる滅びを迎えるか、暗闇と循環であれば万全の光へとすや、安らかな死ぬ悩むであればこのままさして明日がよかろう。アンメイラ死を我は受け入れようってしまうなぁ。あ、風のクリスタルの啓示によりセスは必殺技が使えるようになった。ほう、な、何が起こった？あ、光っただけです。何なの今の光は？あ、いや、光っただけです。この輝きは風のクリスタルの啓示。いや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 、多分光ってるだけです。やはりお主が。いや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 、そんな、そんな、そんな、お主が新たな。そうなんですよね、実は光の戦士ライトニングソルジャー。油断するな。そんなに痛い目に遭いたいのかしら。これでよし。力がみなぎる。必殺技クリスタルの継承を受けた主人公は必殺技を繰り出せるようになりました。必殺技の内容はジョブによって変化します。早速使ってみましょう。今回は特別ですが、通常はジョブごとの条件、バトル中に特定の行動を一定回数使用を満たすことで発動可能になります。ほう。全力で戦う。攻撃力 20% プラスと魔力が 20% プラスか。敵単体に強力な物理攻撃を行う。まあプロテクトみたいなやつこっちついてたから、こっち行こうぜ。ここは俺が、これが俺の全力だ。あ、剣が、さあ行くぞ。さあ行くぞ。やるじゃねえかお前ら。だが俺たちの敵じゃねえな。それはどうかな。油断しないでダグ。ああ分かってるさ。さっきは痛い目を見たからな。この女首切られたのに。100倍にして返してやるぜ。100倍か。ああ痛そう。さて、必殺技の強化効果。必殺技を使用したことによる BGM が変化しました。あ、そんな物理的に変われたな。この BGM が続いている間はチャンス。味方全員の能力が強化されているので一気に畳みかけましょう。なるほど。え、グローリアじゃん。グローリアは何使えるんだ。てかグローリアがさ、ここに並ぶってことはさ、これセスとグローリアとエルビスとアデルで冒険するっていうことで間違いないってことかな。めっちゃ BGM いいんだけど。そんなことより、すっぴん技は？ああ、ここまでか。じゃあまあ、調べるしとくか。先に多分こっち倒した方がいいんじゃないかな説がある。プロテクトを切って、プロテクト切ってから殴ってもらおう。一回デフォルト貼る。火が弱点。物理防御が 20% アップしてる。調べるしておこう。3000あるのか。シェル、多分あれかな、魔法防御って感じかな。参ります。デフォルトしているならば、強いな。やばくねこれ。めっちゃデフォルトしてるけれど、じゃあこっちもデフォルトしようぜ。この状態だとあんまりダメージも取んないし意味がないことが多いから。よかったーしといて。あ、よかったーしといて。もしかしてハードすぎるこれ。超絶ハードか。ああ、ありがとう。お前、あ、残念でした。あ、お前、え、強すぎ、強すぎる。どうしよっか、黒魔法してもって。あ、あ、やべ。いや、もうじゃあこっちを倒すしかないよな。弱点ダガーが入るもんね。いや、硬い。
めっちゃ硬い。ナイス、オッケー、そのデフォルト甘いなんじゃないか。いや、我が輩の力だ。いや、ちょっと待て、あんまデフォルトをぶっぱしすぎると大変なことになるって俺は知ってるんだ。サンダーサンダーで、うわ、めっちゃ硬いなこれ。こいつが弱点か。いた、いた。お、びっくりするほど痛い。じゃあ手当てして、ありがとう。どうするか。これセスが死な…いったすぎー。ケアルどんくらい回復する、やばすぎー。いや、これ回復は全てもう任せよう、グローリアに。あ、そっち行く。さて、そっち行くんだったら待て、1500か、ギリギリ削りきれんなこれ。いや、ならば、一旦こっちを削ってみる。この女勝てな。危なかった。ああ。いや、もうどっちか狙った方が賢明だな。ここは守りの一手だ。次何してくるか分かんないから、デフォルトかーい。いた、痛い。これでよし。びっくりするほど痛いな。回復はグローリアに任せます。なのでもう一回デフォルト、大丈夫ですか。フェニックスの王を使う。おめえ返上と行こう、おめえ返上と行こう。どんどん硬くなるなこれ。これさ、先に倒せんじゃね。あと600でしょ。爆地かな。これで240ぐらいでしょ。で、多分これで直せる。よし。てめえら、よくもするねよ。やべ、怒らせた。もう許せねえ。ここで死にやがれ。やばすぎ。どうするか。どうしよっか。どうしよっか。どうしよっかな。いけ。こいつを食らえ。え、強いしすべて。防御する。まだまだ。多分誰か死ぬだろう。だよね。で、一耐えてる。え、お前マジ？ありがとう。いった。なんとかしなければ。いった。正直セスは死んでてもいいかもしれない。まだまだ。手当てを自分に振ると。使ってください。こちらを。全然足んない。回復。これを。めっちゃ使ってくれる、ありがとう。もういらないんじゃないかな俺の回復。もう一回デフォルト待ちしよう。回復するぞ。回復してくれるし、さてこっちが無限回復役がいるので、危ないところだったな。デフォルトを使うと1耐えるんだな。私の番ね。よし。いた。それでは、ここはこれで。一旦殴るか。雷だね。おい、バカお前。やったな。やったな。お前やったな。これ分かったな。いや、あのね、付き添い人が強すぎるわ。あ。さて。補助ギャが悪いぞ。は
回復するぞ。傷が癒えていきます。私のお前お嬢が悪いぞ。すげえ弓の動きしてる。え、これでみんな死ぬとかってならないよね。痛い。危ないところじゃったな。もうめっちゃ回復してくれる。ありがとう。じゃあさようならだ。我が手に集え。よし、聞いてるぞ。排除させてもらおう。まかな。いやー。まだやるかい。花山香るいた今。まだやるかい。よっしゃ。お、ケンケンパ。強かったー。スローンいなかったら全然倒せんかったぞ。お。え、かわいい。白魔導士。回復魔法で味方のピンチを救うジョブ。パーティーの要となる癒して。騎士。あ、かっこいい。自らが狙われることに特化したジョブ。固い守りでパーティーの盾となる。敵から奪うんだな。ちくしょう。あ、覚えてくれ。逃がすか。鶏だ。スローン。どうやらここが潮時のようね。 あんだけ回復魔法っていうか相手に使ってくれました。大丈夫ですかスローンさん。何、大したことはない。自分に回復使ってくれ。なさ、連中が戻ってくる前にここを離れるわよ。あ、グローリアが一時的に仲間になった。じゃあ違うのか。一時的に仲間になったかな。あ、パーティーちょっと王女たるもの。すまん、ちょっと待ってくれないか。どうした。もう少しゆっくり歩かんか。我が輩ちょっとバテそうなんだが。まあ体力不足の学習はともかく歩く速度を落とした方がいいわね。特にグロリアはさっきまで捕まってたんだから。お気遣い感謝いたします。ですが私の心配はいりませんと。頼もしすぎるな。守られるべきものかと思ったが、確かに俺もそんな風に思っていたな。え、そんな怒る。そんなに怒る。王族とは常に先頭に立って民を導くものですから。そうですな、ご立派な考えです。ただグローリア様、エルヴィス殿がついてこれないのも事実。人の上に立つものならば歩みを合わせることも重要ですぞ。恥ずかしい。ああ恥ずかしい。じゃあ帰るか。ただいまー。ダグとセレネは町に戻ってないみたい。ひとまず大丈夫そうね。逃がしちゃったな。もうアスタリスクを持っていないんだ。大した脅威にはならんさ。あ、奪い取ったんだ。ならばわしは今回の件を国王陛下にお伝えしてこよう。町の警備を強めてもらわんとな。私も参ります。待てっていうか、そのアスタリスクを奪ったから相手は弱体化して特に何もされないだろうっていう話だったよね。セスと傭兵のアデルに関してはすっぴんだったよな。もうまあいいか、もうそのこの辺にしようか。言及せんどくか。助けていただき感謝いたします。そんなこと気にしないでくれ。浜辺で助けてもらったお礼だ。そうだよ、お礼をしただけだ。我が輩もアスタリスクを手に入れるという目的があったわけだしな。それよりスローンさん、さっき言っていたクリスタルのケージって。これはお主の今後にも関わる話だ。後でゆっくりと話したい。うん、すまんが
王宮より戻るまで待ってくれぬか。わかった。そうか、わかった。かたじけない。それなら後で宿屋で合流しよう。我が輩も今のうちに用事を済ませてくる。承知した。では後ほど。細かいね、キャラの動き。一人になっちゃった。みんなと一度解散した。ほうほう。クエストを受けてみよう。困っている人がいたら助けてあげましょう。青いやつがついてた人に話しかけるとクエストを受注することができます。人々の裏話が聞けたり貴重なアイテムをもらえたりすることもありますと。積極的にクエストを受けていきましょうと。メニューの中にある旅の記憶から受注したクエストの確認、クエスト目標値、マーク、表示、設定、過去のイベントやパーティーチャットの見直し、チュートリアルの見直しなどが可能です。旅のヒントが欲しいときに覗いてみましょう。なるほど、いっぱい聞いてきたよ。あの若者はどうしようしたのか、見せたいものがあったんじゃがの。あ、お久しぶりです。船貸しばあさん、魔物から助けてもらったお礼をさせてほしいんじゃ。この船をもらってくれんかの。船の探索に役に立つはずじゃが、海での探索だわ。試しに乗ってみんか。へえ。オッケー。ばあさん。ばあさん。無事だったのか。無事だったか。おお。お主はあの時の。本当に助かったよ。ありがとうよ。何か礼ができればいいのじゃが。いや、礼なんていいよ。礼なんていいさ。気にしないでくれ。気にしないでくれ。いや、それではわしの気が済まんのでな。そうじゃ、お主船乗りじゃろ。ああ、そうだが、よくわかったな。なんでわかるんだ。佇まいが船乗りのそれじゃったからな。そうなんですか。お主に見せたいものがあるのじゃ、一緒に来てくれんかの。ああ、わかった。って言って海辺に来るわけだな。と言ってあなたたちは海辺へ向かいます。助けてもらった礼じゃ、この船をもらってくれんか。船を、さすがにそれは。いいんじゃ、もうこの年じゃ乗ってやれんからの。お主に使ってもらった方がこの船も喜ぶじゃろ。古いがよく手入れされている。いい船だ。いい船だ。じゃろ。丈夫さは保証するよ。見せてほしいの。沖合とはいかんが、近くの海くらいなら探索できるじゃろ。見せてほしいの。試しに乗ってみてはどうじゃ。見せてほしいの。そうだな。じゃあお言葉に甘えよう。そうだな。もしかすると海で誰かと出会うかもしれんな。クラーケンと会えるかな。あ、探索ではネットワーク機能を使うことができます。ネットワーク機能を使用せずに探索を行いますが、使用すると少しだけいいことがあるかもしれません。ネットワークに接続しますが、ネットワーク機能ではあなたのプロフィール名と主人公の名前が使用されます。ほう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 。乗り心地はどうじゃった。ああ、全く問題ない。本当にいい船だ。だが、だからこそもらうことはできない。気持ちだけで十分だ。そうか。なら、そうじゃな。お主に貸すということでどうじゃ。いいおばあちゃんね。使いたい時に声をかけてくれればいい。それならいいじゃろ。また船に乗りたくなったらいつでも来なされ。ありがとうおばあちゃん。そうだな、それくらいなら。じゃあ遠慮なく使わせてもらうよ。さて、町に戻るかの。ああ、今度は魔物に襲われないでくれよ。バカ野郎、お前がついてくんだよ。おう、
パフィーン。綺麗な石。はい。読めない。EXP 玉。へぇ。JP 玉。HP 揚げまんじゅう。船貸しばあさんから船を貸してもらえることになりました。海を探索してみましょう。この探索モードはプレイ時間に応じて報酬を受け取ることができるちょっとお得な機能です。最大3時間探索を続けることができるので、長時間街を離れる時などには探索をしておくのがおすすめです。なるほど。こうするとはぁ、探索始まるんだな。へぇ、ありがとうね、おばあちゃん。じゃあちょっと宿屋に行きたいんですけれども。ちょっと今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また、次回のパートでお会いいたしましょう。それでは、お疲れ様でした。メイヤでした。